音律と音列、現在の音楽で使われている音、楽音は工程の順に規則的に並んでおり、それを音列と呼びます。さらに音列の高さの関係を数理的に規定したものを音律と言います。音律は時代によって変化したため様々な種類がありますが、その代表的なものにピタゴラス音律、純正率、純正調、平均率があります。現代の音楽では一般的に平均率が使われています。紀元前後から6世紀の古代ギリシャでピタゴラスとその弟子たちはモノコードと呼ばれる楽器を使って実験を行い、弦を簡単な整数の比で分割したとき互いの音が響き合うことを発見しました。例えば弦を半分の位置で区切ったとき、その弦の長さの比率は1対1の比率です。両方の弦を同時に鳴らしたとき、それらは同じ振動数で同じ高さの音が鳴り、互いに響き合います。区切られた弦の一方の周波数が 440Hz A4 の時、もう一方の周波数も 440Hz となり、その周波数比率は1対1です。この音程は完全一度ユニゾンに当たります。複数の音を同時に鳴らしたとき、響き合って調和している状態を調和と言います。それに対し弦の長さがわずかに変わるなどして響きが調和していない状態を不協和と言います。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。オンラインで作曲、BPM、楽器奏法、音楽理論などのレッスンをやっています。概要欄から気楽にお問い合わせください。